お疲れ様です。今日はこちら限界突破ペッカやっていきます。さあ新シーズンというわけでパスを買えばね進化ペッカを手に入れることができますというわけで今日ねペッカ早速触れていきます。で性能としては、まあ、敵を倒すために、HP の 10% 回復します。はい、常にね回復 し続けるっていうのでやばいよね。なんか上振れた時にすごい爆発しそうなカードというわけですね。で最大 HP の 1.5 倍まで回復するんで、まあ、なんか本当に回復し続けるとヒットポイント5400の 1.5 倍までなんで、まあ、2700増えて8000とかなるんで余裕でゴーレムとかよりも硬くなる。もうなんかそう聞くと本当にイカれてるんですけど、まあ、ちょっとどんなもんかねやっていきます。でサイクルは1なので、まあ、2回に1回進化しますよって感じかな。でペッカはねもともと初手ペッカとかも別にそんな悪くはないので、まあ、雑に出してもいいかなと思います。はい、まあ一瞬待って相手がなんかナイトとか出したらもう即ペッカ出そうと思うんですけど、うーん出してほしい早く。高回転だね。で結構ペッカに強そうなカードが何ってなった時に、おー枯渇、まあその結局敵を倒せなきゃ回復しないっていうので倒されないユニット、まあアイスゴーレムの誘導、工場バーバリアンで逆サイドにはあの誘導するだとか、まあそう誘導しながら、まあ施設で溶かすとかは強そうね。だから大砲やテスラとかもまあ強そうで、なんか何回か使ったんですけど相手の施設を倒すと回復します。はい、施設も回復するし、あの何タワー、このプリンセスタワーとかを倒しても回復したんで、なんかそういう部分ではめっちゃ回復しますね。どんなパターンでも回復したんで結構回復すんなと思いました。でペッカ残ったらなんかこのまま勝ったりしない。あーいやーエリポンクロスやん、まずいね。ここでクロスをチェキられると本当にまずいんですけど、なんか許されたっすね。あのエリパンにボイドないのマジしょっぱいな。でまあ自陣でペッカはねあの出せた方が理想ではあるか、進化ペッカっていう感じはしたんですけど、回復しながらねそのままカウンターいけるんでね。えそれ許容なことあんの、落ちたよ。え諦めなわけないっすよね。えいやもういらないいらないいらない、今から進化ペッカなのに。さあまあ一応ここねタワーを破壊すると HP 回復できるんで、いやラムとマザネクが破壊するんだよ。おい、さあ蝶々が飛んで、まあ蝶々飛ぶと回復したよっていう合図だと思いますね。ワンチャンキングタワーを折っても、うん蝶々は飛ばなかったですね。はい、わかんない、ペッカじゃねえのが折ったのかもしんないですけど、っていうのでまあちょっとこれはあれか参考なんねんな。まあ遠距離から撃たれるで時間稼ぎとかされるとちょっと微妙かなっていう部分はあるな。ユニットにはマジ強い。だからまあ施設ありのデッキにはまあ今まで通りですね、そのペッカの弱点今まで通り 2.6 億とかクロスとかそういうのには別に進化したからといって超強いかって言われたら難しい気がするけど、なんかそれこそゴーレムだとか、まあ、ロイジャイだとか、まあ、ジャイ系だとか、まあ、そういうのにはさらに強くなった気がします。はい、最弱です。まあ、ペッカ対決な、先にペッカ出したかったな。微妙なマザネクを添えて、まあ自陣で受けたいな、ワンチャン有能追加まで来なかったか。リセットして、いやいいね、いいファイボム来ちゃったわ。いやこれラムいって良さそうだけどな、結構きついよ相手ファイブ打ってかんな。まあこれサンコスユーノの世界もあったんですけど進化ザップも貯めたくて。さあペッカですね、相手もペッカラムかな、わかんない、まあ進化してるんじゃない。ここなんか先にケツペッカさ、今までのペッカだと多分出した方が強いんですけど、今回のこのペッカの性能的には自陣で受けた方が強いんで後出しペッカの方が強くなりそうなんだよな。そんなことないかな、
ハイボだったな、エレキだったな。でなんかそのね、ユニットを倒せるか倒せないかっていうののやっぱ時間稼ぎがやっぱ強そうっていうので、なんかそういう部分では普通にペッカエレキが環境に帰ってきそう。エレキとかの方が強そうだもん。え、てか相手進化してないわ、あっつフォルスターもね、できるだけ時間稼いで、これペッカ殴った方が熱い、回復して、いやマジ無限ペッカ回復ある。これやばいよな。でもう一回ペッカ回復できるよ。え、これやばくない？だからもうこうなったらさ、積みというか、で工場もそう樽を回復、え樽を壊しても回復したぞ。え、これやばくない？一生やんっていう話よ。いや進化してるとしてない対戦だったらさすがにしてる方が圧倒的に強いな。いやだからこういう単体ユニットが多いデッキ、まあ神技、まあ陸デッキには超強いよね進化ペッカ。だからムートとかには全然ね働けないんですけど、今のやばくない？え、工場のさ、筒あれ壊しても回復すんの意味わかんないな。あとマザネクの豚とかを倒しても回復します。結構なんか回復しやすいっすね、条件的には。このストームはさっきもやってボコボコにして、はい、勝手に煽って泣いてたんで今怒ってます。鬼枯渇っすね。え、強すぎる。ブラストになってる。さっきダガーガールだったな。でガゴムレもいます。ガゴムレバレルとか飛んでくるかもな。超低めマザニクの許容もある。でこれまあインフェあるんですけど、まあいいかなっていう。ガゴムレは嫌だね。誘導で許してほしい。さあお互いにね、もう殴り合い。さあ進化ペッカの出番ですね。まあだからガゴムレとか倒せないんでね、ペッカが倒せないユニットは嫌だよね。だから相手がラバとかだったらあんま関係ないっすよね。まあ関係ないように見えて関係あったりするかな。陸で攻めるのが強いよ。ラバ展開された後の逆サイドとかも強い。まあこれ両面あるかな。ペッカ回復してんだよなこれ。ここの回復もちょっと熱いよな。うわー絶妙に折れん。ホレイ飛んできます。絶対に飛んでこないわけがない。こいつは 100% 煽ってくるプレイヤーです。来い。来ないやん。普通に負けた人になるやん。なんでやねん。いやまあみたいな。まあでもギャングとかにもね、そのペッカってちょっと嫌だけど、ギャングを処理できないんで、意外となんか回復しながら進むんで事故ってくれそうではある。まあでも今まできつい相手はきついだろうな。そこは変わんなそう。
でも今回の相手ジャイプリとかなんで進化ペッカ輝けるかもね。エリポン、いや三重視やまそんなことある、三重視かどうだろうなやんなさすぎて、三重視も弱すぎていないんでね。いやこれ文句の後ろに三重視出すだけよ。これいいスピード添えて、怖すぎる。耐えました。今のを耐えれたら大丈夫です。進化ないと、まあ行ってもいいけどな。これ一応入るんじゃね。ペッカあるし、いやーでも自陣で受けたくない。だから敵陣で三重視に受けられるの嫌すぎるな。いやーここちょっと行ってもいいみたいな、嫌そう相手したん。まあ文句来たらペッカだな。でこれプリンスとかも回復できる。いやゴーストの方が良かった絶対。いやでもこれでもうラムチャッチャつけて三重視は知らない。あんま頑張んない。いやでもこれペッカちょっと回復して時間稼ぎにも優秀で、あとはラムが強すぎるっていう話ね。悪くないねいやまああの回復意味あったのかどうかみたいなとこあるんですけど、やっぱペッカがね近づくと、まあその近づかせないためにそれこそねスケルトンで時間稼いだり、まあスピリット出したりナイト出したりすると思うんですけど、まあそこを倒して回復できるのがちょっと強いな。そのおかげなのかは分かんないんですけど、普通にそのおかげっぽく事故ってる。エリゴレやん、エリゴレっぽい。やばい、それやってくれないの。うわマジやばい。キングだけは守りたいです。本気で。やばい、嘘嘘って言ってこれやばいマジで本当に。いやこれやばい、3個セリゴレを、いやこれ無限回復編で行くしかない。わあその誘導嫌すぎる、やばい。ちょエリゴレ誘導偉いって。わあこうな、あペッカ早く自陣に来て、自陣に来たら回復できるけど、うわお前エリゴレにも弱いんかこいつ。ああ話になんねやいやこうに関してはもう意味なしか、どうなんだろうな。まあ、エリゴレダクレにペッカを合わせられたら守れんのかな結局。まあ、カウンターはマジで強いな。カウンターはだから安易にペッカ裂かない方がいいっすね。
雑に裂いちゃうのが良くないみたいなね。通常時のペッカいいんですけど、進化ペッカはやや大事にした方がいいかもな。うわーもうマジでいいって。まあ、迫撃の可能性もあるか。そんな可能性はないな。まあよくあるんだと墓石とかもあるね。ザッピーはねちょっと進化ペッカに強そうなんですよね。テンプレだとファイボだけど、ボイドの可能性もあるか。いや打って良さそうだ。でかい、事故る。いやこのなんかバグみたいな判定熱いな。ボイドでしたね。冷静にね。いやこれ熱いよ。どう考えても勝ったやん。進化ペッカ様や、まあ、ザッピきついんですけど、いやでもペッカ火薬してんすよねこれ。熱いペッカの火薬マジで地味に熱いんだよ。でもなんか思ったより地味っていう。確実にね。さあ耐えますよと。まあこれとかもちょっときつそうだけど、なんかあのごちゃごちゃしてるなんかペッカがタゲ取ってる間にラムを刺すっていうのがペッカをタゲ取る時間がちょっと増えるんですよね。なんか進化ナイトっぽい性能、時間稼げる、今までよりも時間を稼げる、なんかそんな感じだな。またロイかな。ペッカ自体が暴れてくれることはな、まあ、さっきあったけど、まあ、そんな多くないか。迫撃小物。許容したい。いや、いい。しかも、届かないんじゃないそれ。いや届きそう。まあ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 やばい。まあまあどっか行った。さあ迫撃小物はまあ耐えっすね。耐えて進化ペッカ進化ザップでゴリ押すか。行ってもいい。いやいい、ラムが強い。いいね。からのこっからですよ、進化ペッカね。相手の迫撃砲から飛んできたゴブリンとかを倒しても回復できるんで、意外と便利ではありそうだけど、やだね。
打っちゃいたいな正直。逆だったか打つ方、明らかに。明らかに逆だったか。なんか流れが悪いな。よし、こいつで。ムーントにマジでね、意味なしなんだよな。こいつね。一応回復してる。結構耐えてないペッカ、こんなもん。いや、もっと耐えてほしかったかなっていう思いもあるけど勝ちました、はい。いや、今までだったらどんぐらい残ってんだろうが分かんないけど、結構耐えてましたね。影で頑張る感じね、今回のペッカは。こいつ自身がめっちゃ暴れるかと思いきや、意外と程よい進化だったのかな。ボイドない。いや、こういうのやっすね、大砲アイゴレ。しかもロケコ喜んでんな。ペッカ来たぞーって。まあ、ロケコボイドで飛ぶんで、ちょっと戦いやすいかも。ミスってる。え、デカめのミスしてる。ママーン。それ強いな。ホグのブラスターなのもね、ちょっと突破が大変だけど、気づいたら相手のタワー1000しかねえな。間に合って、さあここのペッカがねどうなのよって話なんですよね。大砲アイゴレ誘導ロケ砲倒せなきゃ意味ないんでね、倒してくれよっていう話な。右は許容できます。これペッカがマジで回復できるんですよ。これ何が言いたいって、全然ラムが強すぎる。これペッカのねアイゴレとか挟んでも結局回復できちゃうから意味ないっていうね。いやーマジこれ進化ペッカのおかげじゃなさそうすぎて、どうの進化ペッカだった今の。いやマジでわかんねえな。なんか働いてるフリが得意な気がするこいつ。まれにものすごい頑張りを見せるんすけどね、結構まれなんだよな。いやマジでね、振れ幅が広いっすわ。超強い時とそうでもない時、進化ペッカ。うん、さあ相手もペッカっぽいね。逆サイ
行くのが正解だな。これマズレンクだけだったら止まんないしな。もう一枚絶対咲くし。この受け悩むな。これ一応回復できます。あー今タワーがせっか倒したから回復できなかったの痛いな。ユーマとか先行させた方が良くない？ペッカを延命するっていう。でも豚も一応回復できます。はい。いやー普通？おい、いい一発だけどカウンター強いの。やばい、 いやでかい。ほぼミラー対決。いやミラーか、マザニクで完全ミラーになることあんのかこれ。でも相手のが進化ペッカや。ここえ、ザップ使った。熱い。よし、やばい。あいつバカ回復するわ。これ残り20秒やん。一時交換しようぜ。もね、もうブッパでさ左のペッカはもう知らんこいつは危ねえわっつって。オッケー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 。さ完全ミラーだったな。勝っていく。なんかペッカ進化だと進化枠悩むんですけど、まあ、ウィザードだったりまた工場進化もあるし、まあ、ザップボンバーまあ頑張ればアーチャーとかの進化も採用できるか。まあ悩むんですけど、俺的にはザップでいい気がするな。なんかウィザードかザップか、どっちかな気がしてます。まあ進化ウィズも強いんですけど、単純にペッカエレキとか組んでも強そうなんで、対ペッカに対してねエレキが強そう。時間稼げる。対空枠なんか使うのもったいないなっていう。万能なね、個人的にはザップがいいんじゃねえかなと。もうペッカ出したいな。オスマン可愛いな。スタンプめっちゃ俺と同じスタンプやんこんなにいることある。あーロイかな。ザップ打ちよかったな。ロイっすね。まあロイとかに対してもちょっと強いんじゃない？進化ペッカは。敵陣地でトリトンとかを倒した時にさ、HP 回復できるのが結構俺は好きですけどね。走る。熱い。今ザップ。でも全然進化できんペッカ出せねえよな、カイロイに。どうしよう。めっちゃ出したいけどな今。
うわ、こんなアイテム出してこないことある？我慢比べやないっすか。出しちゃおう。いやラムボーイ熱い。これ進化ペッカじゃねえのか。進化ペッカだったら、うわーいい受けやなそれ。え待って、でも褒めたらこれで右に来られたらまずかったり。これもまた完璧な防衛みたいな。回復するよ。いやーこの回復めっちゃ強いな。で今スケとか出してもペッカ回復すんで、これうい、フィジカルで回復して。いやもうね、タワー付近までたどり着いちゃうと対処できないっすね。呪文とかじゃないと無限回復に入っちゃいますね。それこそヒーラーとかとね、ペッカを合わせて無限回復デッキとかもちょっと面白そうだけど。可能性としてはね、なんか誰かやりそうだし。さあペッカ対決。さすがに進化ペッカかな。ここの時にエリキやったら強いな。でもやばいそれ。え、でも俺のペッカが勝つことある？今ので今の状況で俺のペッカ勝つんや。熱っ。トリトンおるぞ。トリトン嫌すぎるな。は入らない。いやペッカ対決、これ先に決定しない方がいいな。進化は熱い。工場も回復できます。ちなみに相手進化してなくね、これ。おつい回復して、まず1回回復、2回回復からのゴーストお前横取りすんじゃねえよー。これ勝ちじゃね。で最後ペッカの HP が減ってきた時にザップで竹変えてペッカ回復させたいな。延命したい。いやマジ無敵よこれ硬すぎるよな。いやマジ普通に強くない？いやこれね、誘導がペッカ弱点ではあるんですけど、ああH まだ半端あるかんな。あんなにちょっと増えたまだある。いやマジ硬すぎるわ。だから上振れたら超強いですね。だからこうユニット対面、相手に施設ですね、特に施設がない時はマジで強いわ。だからこれでも迫撃ムートとか、まあ、ホグとかには別にそこまで強さは感じなかったんですけどね。ユニット系のまあジャイとかほんとロイとかペッカとかユニットで戦うデッキに対しては進化ペッカね超爆発するんじゃないかなと思いました。
負けた思ってたほどね、最強超ぶっ壊れとはまた違ったのかなと思います。よかったよかったよかったかなまあでもシーズン始まってすぐなんでまだわかんないですね。はい、これから評価が変わると思うんでその辺もまた報告できたらなと思います。チャンネル登録、高評価もお願いします。じゃあ、お願いします。またね。